JR 武蔵小金井駅南口伊東洋華堂3階のメガネの前田でございます。今回は大人気ブランド当地域メガネの前田のみ取り扱いの限定商品エフェクターの、商品を今回もご紹介したいと思います。おかげさまで問い合わせもかなり増えてきてまいりました。六本木アイウェアエフェクター、今回はその中からオリジナルシリーズのセルブロータイプの2本をご紹介いたします。こちらのリバーブとオーバードライブになります。リバーブは少し尖った印象のエフェクター第1弾のセルブロータイプ、厚みのあるセルブロータイプになります。続いてオーバードライブは真面目さと怪しさが同居しているようなフォルムが特徴。今回はこの2本をご紹介いたします。セルブロータイプのリバーブとオーバードライブになります。リバーブは少し尖った感じのあるフォルムですが、この金具が特徴的で、オリジナルモデルらしい分厚のあるタイプ。そしてこちらのオーバードライブはやや柔らかめなフォルムのセルブロータイプになります。同じオリジナルですのでセル厚が厚いタイプになります。リバーブになります。どうでしょうか。私にかけても全然おかしくない感じのセルブロータイプ、かなりおしゃれですね。オーバードライブになります。先ほどのリバーブに比べるとややおとなしくて優しいフォルムですから、こちらの方がかけやすいかもしれません。でも非常に個性的にエフェクターを体現できるフレームです。ぜひ一度お越しいただき実際におかけいただきたいと思います。